はいどうも、タマヤです。今回も技術観戦モードで戦うユース縛り監督キャリア続きやっていこう。さあ、前回から新シーズンが幕開けしまして、現在リーグ戦は6試合を終えて勝ち点7の13位と、もう今季は正直チャンピオンズリーグに全てをかけていきたいなと思ってますので、リーグの方はね、まあさすがに今の位置じゃまずいけども、徐々に調子を上げていって最終的な位置を補填として来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得の4位以内に入れればいいかなと、そのぐらいに思っています。まあシーズン序盤でつまずくっていうことはよくあることなので、そんなにまだ焦る必要はないのかなと思っております。そして今季のチャンピオンズリーグも開幕しております。ロッチデールはグループ B、 現在2試合を終えて1勝1分けの2位となっております。グループのライバルであろうドルトムントにはね、初戦で終了間際にまさかの同点弾を食らい引き分けとなってしまったので、それもあってリーグは混戦となっている。さあ、なんとか今回で突破は決めちゃいたいなと思っております。現在チームはこんな感じ。さあ、前回ね、今季のチーム編成の方を終えまして、特にベンチメンバーのところね、ガラッと第4世代が入ってきて、チームの選手層がかなり厚くなっております。前回もね、第4世代メインでグループリーグの試合は行いまして、まだみんな総じてフィットしきれてないなという感じはあるので、今回また使っていって、なんとか決勝トーナメントまでにはフィットさせていきたい。まだゴールが出てないからね、第4世代には。なんでそこも今回期待していこう。それでは進めていこう。リーグ戦、相手はウェストハム、1対1の引き分け、クリスティアのゴール。リーグ戦、相手はワトフォード、2対0で勝利、ブーシェ2ゴール。チャンピオンズリーググループステージ第3節、相手はアンデルレヒト。さあ、迷ったがここはシミュレートでやっていこうと思います。2対1で勝利、クリスティア2ゴール。リーグ戦、相手はアーセナル、3対0で勝利、バルベルデ2ゴール、坂本1ゴール。カラバオカップベスト16、相手はピーターバラン、2対1で勝利、アンドラーデとブーシェのゴール。リーグ戦、相手はチェルシー、1対2で敗戦、イエイスのゴール。さあ、チャンピオンズリーググループステージ第4節、今回もまあ余裕あるんで、ここも一旦シミュレートして、その後グループの状況を見ていこうか。2対1で勝利、バルベルデとジョンソンのゴール。さあ、グループ B、 あと2試合残ってるけども、この時点で早くもグループリーグ突破が決定しました。さあ、まあ順当に来たということか。ただドルトムントも競ってきてるんで、次のドルトムント戦はねプレイして、そこで1位突破をつかみ取って、であとはシミュレートで流していこうか。そして他のグループはどうだ。さあ、グループ A はまず混戦だね。だいぶ最後までどこが来るかはわからない。グループ C、 ミラン強すぎる、バルサを抑えて全勝って、いやこれは新たな強敵出てきたね。まあ去年も強かったもんな、ミラン。まだね戦ったことないんで、ミランとは一度やってみたいな。グループ D、 いやここはどうだ。上位3チームが混戦状態だね。グループ E、 ここは順調にチェルシーが来そうだね。グループ F、 ここはやっぱりベルガモカルチョとアトレティコ。グループ G、 さあちょっとどうなるかわかんないけど、まあでもシティは順調だね。去年のリベンジも果たしたいから勝ち上がってこいよ。そしてグループ H、 やっぱりパリ・サンジェルマンは無双と。いやだいぶねグループ見ててもどこが強いのかっていうのはわかるからね、楽しみだね。リーグ戦、相手はノッティンガム、2対1で勝利、トーマス2ゴール。リーグ戦、相手はエバートン、2対1で勝利、クリスティアとアンドラーデのゴール。さあ来ました、チャンピオンズリーググループステージ第5節、相手はドルトムント。さあ、グループ首位突破をかけて落とせない一戦やっていきましょう。さあ、今回この布陣で戦っていきたいと思います。今日も京都で第4世代使っていきます。で、第4世代やっぱり伸びがすごくてね、特にトーマスはもう82まで来た、全然トップクラス相手でもやっていける能力で、ベルナルディも80代入りして、エッガーとかベルガーなんかも79で80代に大手と、やっぱり伸び盛りなんで成長してくれるからいいね。お、でトーレスも伸びてんね、88。さあ、前回のドルトムント戦はね、最後の最後で追いつかれて引き分けにはなったけど、試合内容的にはね、本当にこっちはシュート2本に抑えられて、そこはねバルベルデがきっちり決めて、なんとか引き分けに持ち込んでたっていう構図だったので、今回はねちょっと連携も前よりはできてきて、違う展開を期待していきたいなというところ。第4世代に初ゴールが生まれるのかどうか、やっていきましょう。キックオフ。さあ、これはうまい、バルベルデ、いや惜しいね、いい攻撃作った、ナイスクエバス。ベルがいいよ、ベルガはやっぱだいぶ良くなってきたね。
バルベルデ。オッケー、うまいシュート。さあ、やっぱりバルベルデよ。こいつはいつでも決めてくれる。いや、結構難しいと思うけどね、これ。さすがだね。先生、1対0。さあ、ただもうここだけ切り取ってみても、前回よりだいぶ良くなってるんじゃない？前回のシュート数すでに上回ってるかもね。ベルガーから、イエス、トーマス、イエスが上がっていく。これはピンチ。やば、あっぶね。ナイスキーパー。エッガーからイエス、トーマス。さあ、トーマスにはもっと吹っ切れてほしいな。惜しいね。さあ、追加点欲しいな。頼むぞ、第4世代。うまい。さあ、トーマス、オッケー、ナイス。ついにゴールが出た。トーマス、これで吹っ切れるんじゃない？バルベルデからトーマス。やっぱ後輩を立たせてあげるバルベルデ、さすがだな、これ。バルベルデ兄さん、2対0。ここで前半終了。前半終わって2対0、2点リード。さあ、ついに第4世代待望の初ゴールが生まれた。トーマス、よかったね。バルベルデももうすっかり兄貴としての貫禄が出てるね。後輩を気遣う姿、さすが一流の男。さあ、内容もやっぱり前回1巡目に戦った時よりも全然改善できてるので、ここはやっぱり使い続けた甲斐があったのかなと。さあ、後半もメンバーは変えずに行こう。後半キックオフ。いい縦パス。ナイスカット。さあ、これはピンチだ。キーパー、オッケー。まずい。トーマス、そしてバルベルデ、中、ベルガー、ナイスゴール。またしてもバルベルデのお膳立て。ベルガーにも初ゴール。お前が決めろと。で、一回戻しちゃったけど、やっぱりお前が決めろと。いや、これで第4世代もだいぶ吹っ切れてくるよ。バルベルデ兄さんのおかげだ。3対0。ナイストーレス。これチャンス。トーマスからバルベルデ、オッケー、ナイス。さすがすぎる。仕上げはエース、トーマスからバルベルデ。世代をまたいだゴール、4対0。ここで試合終了。チャンピオンズリーググループステージ第5節、4対0で勝利。これで初戦の時の嫌なイメージは完全に払拭できた。今回はいい内容だったね。新世代のトーマスとベルガーについにゴールが生まれた。なんかチームの底力がめきめきと上がっていく気がするね。さあ、これで1通過は決定だね。よくやったぞ、第4世代。バルベルで2ゴール2アシスト、トーマス1ゴール2アシスト、ベルガー1ゴール。リーグ戦、相手はアストンビラ、2対2の引き分け。バルベルデとアンドラーデのゴール。リーグ戦、相手はブライトン、
2対0で勝利、トーマスとサンチェスのゴール。リーグ戦、相手はフラム。3対1で勝利、バルベルデ、カニンガム、クエバスのゴール。チャンピオンズリーググループステージ最終節、相手はシャフタール。3対4で敗戦、トーマス、エッガー、アンドラデのゴール。さあグループの方を見ていこうか。グループ B は最終的に1位がロッチデール、2位がドルトムントと、まあ順当な結果になったね。さあ他のグループ見ていこう。グループ A はリバプールとバイエルン、グループ C はミランとバルセロナ。やっぱりミラン強え、勝ち点16。グループ D はリオンとセビージャ、まさかのユベントス敗退。グループ E、チェルシーとホッフェンハイム。ナポリが沈んだのは意外だな。グループ F、ベルガモカルチョとアトレティコ。グループ G、マンチェスターシティとレバークーゼン。グループ H、パリ・サンジェルマンとボルシア。さあパリ・サンジェルマンもやっぱ強そうだね。というわけでいよいよ決勝トーナメントでの戦い始まっていきます。リーグ戦、相手はニューカッスル。2対1で勝利、カニンガムとバルベルデのゴール。リーグ戦、相手はマンチェスターシティ。1対3で敗戦、アンドラーデのゴール。リーグ戦、相手はマンチェスターユナイテッド。2対1で勝利、クリスティア2ゴール。カラボーカップ準々決勝、相手はアーセナル。2対 2PK 戦の末敗戦。リーグ戦、相手はリバプール。2対1で勝利、アンドラーデとバルベルデのゴール。リーグ戦、相手はレスター。1対2で敗戦、エッガーのゴール。リーグ戦、相手はクリスタルパレス。2対1で勝利、トーマスとアンドラーデのゴール。 FA カップ、相手はポートベイル。3対1で勝利、中村、バルベルデ、トーレスのゴール。リーグ戦、相手はブライトン。3対1で勝利、アンドラーデ、カニンガム、坂本のゴール。リーグ戦、相手はアストンビラ。2対3で敗戦、クエバスとブーシェのゴール。さあリーグ戦の方はね、徐々に調子を上げてきて4位まで来ております。このままいけばね、最低限の4位ねっていうところは達成できるので、このまま調子を維持してやっていこう。 FA カップ、相手はハルシティ。2対1で勝利、クリスティアの2ゴール。リーグ戦、相手はウエストブロムビッチ。1対0で勝利、エッガーのゴール。リーグ戦、相手はウルブス。0対1で敗戦。そしてついに来たチャンピオンズリーグベスト16、いよいよ決勝トーナメント、相手がレバークーゼン。さあドイツの強豪だね。組み合わせ見ていこうか。さあこんな感じです。いやでも結構強いと思うんだよな、レバークーゼン。さあ初戦からね、バルサ、リバプールだったり、バイエル、ミラン、シティ、ドルトムント、結構いいカードが揃っている。それじゃあ今回この決勝トーナメント初戦プレイして終わりにしていこう。さあ今回この布陣で戦っていく、久々のベストメンバー。やっぱ決勝トーナメント初戦だからね、ここは全力でぶつかっていこう。でだいぶ進めたんで、能力的にも結構上がった選手がいて、まずスタメン組だとアンドラーデ、クリスティア、坂本、イエス、クエバス。この辺は1成長してくれたね、これは大きい。でサーブの方も見て、めっちゃ成長しとる。さあもうね、第4世代もなんだかんだでサンチェス以外は全員能力が80オーバーになったと。いやこれは去年より選手層的にだいぶ強くなったと言えるんじゃない。また戦術の幅も広がるね。それじゃあやっていこう。チャンピオンズリーグベスト16、ファーストレグキックオフ。さあ今季はね、絶対優勝したいんで、こんなところで立ち止まってられない。いやー強いぞ、危ない。やっぱ試合の強度が爆上がりすんな。さあいいよ、バルベルデ。いいぞ、うまい。さあ抜け出した、バルベルデ、ナイスゴール。ここはもうさすがのバルベルデ、確実に決めてくるね。さあクリスティアのパスも良かったね。いやいいコース、これをうちのエースは。先制、1対0。ナイスカット坂本。これうまいぞ。さあバルベルデ、ナイスゴール。さあもう誰にも止められません。早くも無双モード入ったよ。いい崩しだった。またカニンガムからバルベルデ。2対0。まずいぞ、危ねえ。
いい連携。うまいな、クリスティア。さあ、やっぱりこのメンバー攻撃の質がレベチすぎる。うまいね、バルベルデ。何その連携。そしてそのシュート、うますぎんよ。早くもハットトリック。クリスティアからバルベルデ。第2世代はこうこなくちゃ。3対0。さあ、ここは奪う。オッケー、ナイス。さあ、もう早速相手の心へし折ったよ。この圧倒的な包囲網ね。4対0。いやー、マジか。びっくりした。急にそんなエグいシュート来る。言っといてくれよ、マジで。いや、これはしゃあない。4対1。ここで前半終了。前半終わって4対1、3点リード。やっぱりこのメンバーは強い。マジでレベルが違う感じがするわ。バルベルデは早くもハットトリック決めてるしね。さあ、もう前半で3点差ついたとなれば、もちろん第4世代組を投入していこう。モレノに変えてベルナルディ、坂本に変えてベルガー、アンドラーデに変えてトーマス、カニンガムに変えてエッガー、そしてクリスティアに変えてサンチェス。これでいきましょう。後半キックオフ。ナイス、ベルガー。まずい、危ね。いやー、まずい、ナイス。これはピンチ。オッケー、クエバス、ナイス。ちょっとメンバー一気に変えたんで、これはしゃあないけど、やっぱ押されちゃってるね。さあ、この時間耐えよう。頼むよ。あぶね。一瞬たりとも気を抜けない。いやー、怖い。オッケー、エース。トーマスからバルベルデ。惜しい。ナイスカット、ジョンソン。さあ、いいぞ、トーマス。おっと、外した。嘘だろ。ジョンソンいいね。いや、まずい。あっぶねー。いや、中のクエバス、トーレスの2枚が硬すぎる。いいぞ、トーレス。さあ、これうまい。サンチェス、頑張れ。自分でいけ。いやー、まあまあまあ、オッケーオッケーオッケー。バルベルデ、まだサンチェスは吹っ切れてないね。まあ、ただ冷静にバルベルデを使えたのはオッケー。絶対決めるもんな、こいつは。5対1。いやー、最後に余計な失点した。なんか気持ち悪くなっちゃうよ、それは。5対2。ここで試合終了。チャンピオンズリーグベスト16、ファーストレグ、5対2で勝利。まあ、知って待ったにせよ、ファーストレグで3点差っていうのは大きいんじゃない？特に前半の試合内容は圧巻だったんで、本当に優勝に向けては好調な出だしと言っていいんじゃないでしょうか。また控えのレベルが上がってきてるからこそ、今日のベストメンバーがまた輝く形になったんじゃないかなと思います。バルベルで4ゴール、アンドラーデ1アシスト、カニンガム1アシスト、サンチェス1アシスト、
クリステア1ゴール2アシスト。それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。